じゃ何もできないって思ってたけど。気づかなかったけど、白爪草のネックレスって重かったよね。でもあの重さのおかげで絶対落としたりなくしたりしないから安心感があってよかったよ。そうそう、チカちゃんあの時もそう言ってたよね。懐かしいな。暖かくなってきたし、今度また白爪草を探しに行くのもいいね。四つ葉のクローバーもいっぱい見つけるぞ。いいね。また白爪草の花冠も作ってあげるよ。四つ葉のクローバー、チカちゃん見つけるの上手だし、そっちも楽しみだな。うん、みんなの分も集めてしおりとかアクセサリーにしてプレゼントしようかな。うんうん、みんなきっと喜ぶと思うよ。よし、できた。はい、きょうちゃん。え、わ、私？やっぱりようちゃんには白が似合うよね。最高に可愛いよ。ありがとう、チカちゃん。実は私もチカちゃんのために作ってたわ。ようちゃんも同じこと考えてたのね。花冠を作ろうって思った時にチカちゃんに作ってあげたいなって思ったんだ。先を越されるとは思わなかったけど。はい、ありがとう、ようちゃん。ようちゃんの手作りの花冠だ。久しぶりだな。せっかくだから私もチカちゃんにかぶせてあげたい。いいかな。もちろんだよ、お願いします。似合ってるよチカちゃん、とっても可愛い。ようちゃんもすっごく綺麗だよ。ようちゃんが私の花冠を作ろうとしてるのに気づけてよかったよ。え、気づいてたの？うん、なんとなくだけどね。ようちゃんなら青とか白のお花を選ぶだろうなって思ってたけど。
ど、今日は違ったから。チカちゃんってば、見てないようでよく見てるな。あ、そうだ、りょうちゃん、この花冠も今度の衣装に使えないかな。今ね、同じこと考えてた。たくさんの花を使った春にぴったりのカラフルな衣装なんてどうかな。いいと思う。りょうちゃんが考えてくれる衣装、いつもすごく楽しみなんだ。知ってるよ、ちかちゃんってすごく嬉しそうに話を聞いてくれるから、私も考えるのが楽しいんだ。うわ、お、私そんなにわかりやすいかな。でもそれがちかちゃんのいいところだと思うよ。フォローになってないような気が。まあいっか、今日は本当に楽しかったね。りょうちゃんと来られてよかったよ。私もちかちゃんと来られてよかった。思いがけないプレゼントももらっちゃったしね。それは私も一緒なんだけどね。ねえ、りょうちゃん、ん？時々またこうして二人で出かけてもいいかな。もちろん、みんなと一緒もいいけど、たまには昔みたいにこうして二人で出かけるのもいいよね。うん、また一緒に行きたいところを見つけたら誘うね。私もチカちゃんと行けたらいいなって思っているところがあるんだ。今度誘わせてね。